よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ドクター X、復活ということでですね、今日は盛大な記者会見も行われましたけれども、お三方にですね、ぜひ、シリーズを、続けていくことのですね、まあ、難しさであるとか、やりがいみたいなところもぜひお聞きしたいんですけれども、どうなんだろう。でもなんか長くやっていくと、まあ、成長もしてくるじゃないですか、うん、でなんかこうギザギザしてるものがだんだんこう丸くなりかけると、次のシーズン入って新しいゲストの人たちがいっぱいいて、その人たちがまたなんかザラザラさせてくれるみたいなのがあって、だから長く続けてるから辛いとか大変だとかってのは全くないですね、うん、俺もねこのドラマは結構ナンセンスなことがいっぱい散らばってるんで、はいはい、なかなか仕事で何て言うのかな、楽しいって思う仕事ってそこがいっぱいあるもんじゃないじゃん、うん、でもこれ、まあ、全てのシーンが楽しいわけじゃないですけど、ピリンってしなきゃいけないシーンもいっぱいありますけど、基本はでもねこう楽しい場面が散らばってるから、なんか生き抜きにもなるんだよね、うん、いい意味でね、うん、鈴木さんいかがですか。そうですね、まあ、長く続けて大変だと思ったことはないかもしれないですね。そんなにそんなにはなんかこう、あ、明日遠藤さんと勝村さんと西田さんのシーンだとかってなると、まあ、台本通りにいかないだろうなと思うので、なるほど、あ、どういうシーンになるんだろうなって楽しみながら、なんかこうワクワクしながら待ってる部分もあり、あとやっぱり結構こう台本上で結構しんどいところもあるんですよね、はい、まあ、リアルにやろうとしても難しいので、それを結構やっぱ先輩の方がアイデアをいっぱい出してくださって、それに乗っかってついていけばいいっていう感じで、なるほど、僕なんかまあ結構なんていうんですか、先輩任せというか、それに乗っかってこう楽しんでやってるみたいな感じですけどね。なんか医療ドラマというとやはり専門用語ですとか専門的なその仕草ですとか、そういうものが結構あるので、その中でこうアドリブやっていくみたいなことって難しいのかななんて思うんですけど、それでもアドリブ合戦みたいなところあったりするんですか。医療用語喋ってる時のアドリブって基本的にそんなにないかもしれないですね。でもこの前もね、うん、俺自体は今シリーズはまだそんなには長い医療用語とかないけど、あった？ちょっとだけ結構ありますね。難しい。喋ってもね、丸覚えしかないもんね。でもこの前何行もあるやつずーっと喋ってって西田さんに褒められてたじゃん。いや、めちゃくちゃ練習しましたもんあれ。ずいぶん前から練習し始めて。気をさ、例えば、まあ、5行のめちゃくちゃ大変なセリフあるじゃない、うん、どのぐらいで自分の中では撃破してる？俺もう台本もらったらその日に読んで、もうその日から1回は言うようにしてる、うん、だから飽きちゃう途中がね、うん、もう今日もと思っても人間同じことを繰り返すことがすごい苦手なんで、だけどそれやっとかないとツルツルルルって出てこないんで、ね、うん、何日前に覚えるの。やっぱきついやつは10日かかる。あ、やっぱそうでしょ。あのスピードで喋るのは10日かかる。やっぱそうだ。涼子ちゃんもすごい練習するって言ってたもんね、うん、そうだ。何日、はい、そんな具体的に日どうかなって考えたことないですけど、いやでも1週間以上はかかってる時ありますよ。で1週間以上かかって随分楽になったなと思ってても、そのシーンになった瞬間に勝村さんもセリフないのに喋ろうとし始めるし、そのなんすか、それを止めながらとか、ちょっと黙ってくださいみたいなこと言いながらで難しいセリフ言うの結構至難の技なんですよ。それだから相当自分の中で温めて寝かしてさらに熟成させていかないと、勝手なことみんな本当にそう打ってきたりするから、そうするとごめんなさいって言うわけにいかないじゃないですか。来たセリフないのにと思いながらやってますけど、特にバンバン突っ込むからね。 あれ喋ってないと落ち着かないんですよ。聞いてられないんですよ人の。ということですけど、どうですか。そのでもほら
日常ってそういうことじゃないですか。今も3人で喋ってて誰が喋るか分かんない、うん、でもドラマになるとやっぱ喋ってる人だけが喋るってみんなおとなしくなるっていう、その空気があんまり好きじゃない、うんうん、たまにでもねアドリブがぶっ飛びすぎてる時あるんだよこの前もちょそれもやめてくんないって言ったもんね俺ね。なんだっけあれなんだっけな、あれですよ、ドリル、あのあれよドリル、みんながあの過去に本出してるわけ、それちょっと自慢し始めるんで、で実は俺も出してんだよって言ったら、ドリルって言ったの。夏休みのドリルじゃないんだからそうなの、ドリルほら受けてる、ドリル奥さん行けたんじゃないこれ受け取れないんですよ俺のこのこれすら映ってない、はい、見た直後にドリルだったからあまりにも行き過ぎちゃってて、もうちょっと寄せてくんないかな、ね、先輩二人が話してますすぐ入ってそれはそのもう現場に入られる前に結構もうぶっ込んでやろうみたいなところ用意されていくんですか。絶対ないですよ、何も考えてないですよそれ見て思いついたその瞬間瞬間ですもん。だって家でも家で考えることもあるけど、あるんですか。でもね、流れてやってて人のセリフ聞いてる時の方がなんかスコーンと入ってる、まあ、それそうだね。あでも基本は別に普通にいつもアドリブ流れてるんですけど、多分ぶっ飛びすぎちゃうもんね。大人気医療ドラマをですねずっとご出演されてると、例えば病院とか行かれた時になんかちょっと先生みたいな目で見られるみたいなことって発生してくるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするんですけど。俺ね去年あれ手術したの、去年ここの骨が出っ張っててそれ手術したんですけど、はい、ちょっとあの俺病院入っちゃうとこうなっちゃうのね、本当にシューンってどんどんシューンとしてっちゃって、はい、だでもそれ見てて面白がってる看護師さんとか看護師さんって呼ばれんか今なんて呼ぶ、看護師さんとかいたんで、あのむしろあのそういうドラマやってるのに、まあ、キャラクター的にいいんですけど、弱ちょろい役なんで、本当にもう本当にこうなっちゃうのが恥ずかしいんだけどなっちゃうんだよね。なっちゃうね。風野さん、そういう病院でそういう目で見られるみたいなことってありますか。でも基本こういうことやってるとみんなそう思うでしょ。やっぱりあの梶先生とかっていうふうに普通の方が呼んでくださったりとか、うん、この時期はやあの普通で呼ばれるより役目で呼ばれる方が多いので、うん、なるほど、うん、この間もね海老名先生なんて子供に言われてたでしょ、うん、だからなんかやっぱ周りがそういうふうに、僕らもまあ一生懸命やってきましたけど、うん、周りもすぐにもう受け入れてくれて育ててくれてるっていう感覚があるので、うん、世界観を共有してくれるっていうことですよね。鈴木さんもありますか。そうですね、原先生って呼ばれることが、まあ、このオンエアのタイミングになったら増えてきますけど、それ、まあそれまあ、病院の中じゃないですけど、あの結構大変な救急車とかがこう来てるようなとこをたまたま通りがかって、あのそのかみんなこうワイワイ集まってる時に、そこたまたま通りがかる時にあのおば様の方に、ほら大門先生呼んであげないって言われてそんなギャグ言ってる場合じゃない状況なんですよ。あの結構シビアな状況なのに、なほら大門先生呼ばなきゃダメじゃないって言われながら、僕はまあ苦笑いでっていうような、そ う,、ね、そういう経験がありますね。やっぱ大門先生だから僕見ながら大門美智子だっていう時もあるんです全然違うぞって心の中で思いながら、なんかそれ俺もあるな、ありません、大門って言われたんです俺違うし、海老名だけどって原だけどって思いながらやる、そういうのありますね。なるほど、そこで原先生お願いしますとか言われるまで頑張らないとダメだ、ね、そうなんですよ。だからまだ大門先生に及んでないんだよね。そうなんです、そうなんです、うん、俺たちでもスーパードクターのはずなんだけどそうなんですよ、そうですよね、吸引しかやってないんですよ俺6シーズン。ですよね、大事な仕事だ、大事な仕事、そうですね、そう、吸引をバカにしちゃダメですもん、ね、なるほど私失敗しないのでというのが決め台詞、ドラマの決め台詞になっておりますけれども、現場でですねちょっとあ失敗しちゃったみたいなことってあったりするのかなと思ったんですけど、長いシリーズ続けていった中で思い出深い失敗エピソードみたいなことって撮影現場でありますでしょうか。いや僕やっぱりあの吸引だけは失敗しちゃいけないですけど、大門先生があの今回私失敗しないのでって決め台詞の後にすぐ吸引しちゃったんですよ。でガバ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 ガって音が、その私失敗しないのでガバ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 っていう音の時に、上から梶先生がそのタイミングはダメだろって風野さんに怒られて、まあそういう失敗はあります。だから吸引のタイミング
やっぱりあのちょっとちゃんと測っていかないと自分の仕事に集中しすぎるとダメですね。やっぱり空気読めってことですね。なるほど、はい、これは西田さんのアドリブに吹いてばっかりいたのゲラでね。でやっと大丈夫な状態になって2年空いて今回だ。喋りがおかしくて吹いてたんだけど今回はもう慣れた気分で芝居してたら西田さんが無言で見つめるっていう技が出てきてこれね俺が「もしやないかい!」って言ったら「こいつ」っていう心の声が聞こえてきてまた吹くようになっちゃってなるほどこれをねまた克服しないといけないんですよね。なるほど。勝村さん失敗談みたいなのありますか？普通の失敗は僕らあの NG になってしまいますからどうしてもやっぱ医療用語ってNG が出てしまいますよね。あとやっぱオペしながら喋ったりするんで、実際にねあの本当にオペに近いようなことをやらされているので、そこではやっぱりどうしても目に見えない失敗がたくさんありますね。そうですよね。血殺とかできるでしょ。だってもういやなかなかねあれですけど、血殺ったらなんだ、糸もすぐ、あ俺は絶対できないんだけど、もう普通にこうやってたもんね、ワイでね。見なくてもこうなんかすげえ、できてんじゃねえか俺こうみたいな。でもワイやってるからかもしれないですよ。ワイを、うん、あと手先器用でしょ結構ね。え俺なんかの時思ったんだよな、器用なんだよ。それが今あの西田さんのちょっと俺が耐えられなくなってるから今では最後にあのドラマを楽しみになさってる皆さんにですね、ぜひファンの皆さんにあのコメントいただきたいんですけれども、ドクター X あの久しぶりに始まります。あの本当に楽しい作品になってると思いますので、私失敗しないのでの大門未知子の言葉を楽しみにあのもう少々お待ちください。ドクター X を待ってる人たちがいっぱいいるっていうのはすごく感じるんで、むしろどんな1話目放送してどれぐらいの人たちが見てくれるのか逆にすごい楽しみになってきたんで、ぜひあの多くの方が見てほしいなと思ってますね。もともとのメンバー本当にこう息が合ってて、その掛け合いも楽しいんですけど、さらにまた新しい素晴らしいあのゲストのっていうかあの レギュラーの皆様が入ってきて、その掛け合いがあの僕ら自身も楽しいので、あの見ている方たちはまた今まで以上にまた素晴らしい方たちが入ってきているので楽しいと思います。だから僕も含めてあのこうできたものが楽しみです。どんな風な、あと監督もあの、まあ、同じ監督ですけど、その新しい方たちに刺激されてどんどんあの面白いアイデアを出してくださるので、とにかく自分で出てるけど見るのも楽しみです。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ドラマの撮影頑張ってください。はい、ありがとうございました。